川内丸、川内丸は日本海軍の軍艦。艦名は川内国による。元アメリカ税関監視定局の艦下キー、USRC、キャンケーキー。川内丸は、米国でポータクセット球場機ブリッグ、ポチュークセット、クラス、の5番艦艦下キーとして建造された。 ポータクセット級は南北戦争中に税関監指定局のカッター、哨戒艦として6隻が建造されが、戦争中は戦乱の護衛と哨戒に従事していた。あとに6隻中3隻が日本に売却されている。なお、ポータクセット級の舗装は縦穂のスクーナーであるが、 カンカキーだけは横穂のブリッグであったとの記録もある6月に兵庫港に係留され保管艦として使用されたが8月7日1869年9月12日に早くも岡山藩に移管されたその後はさらに大倉省へ移管し倉庫船として使用された性能諸元。